こんにちは。こんにちは。いや、今日もまかないシリーズやっていこうかなと思います。この間さ、なんかキャップが久々だったじゃん、まかない確かになんか元気ないですね、いつものキャップでいてくださいっていうコメントもあれば、いつもはこれなんですか俺ら的にはね、我々今ダイエット企画中じゃないですか。そうですね、はい、それのプチッと中継が多くということで、タンパク質がっつりヘルシー親子丼でございます。親子丼ですね。意外となんか力ついたからそう結構なんかね、結構強い衝撃音がね、ドンって強いんですよ。じゃあ作りますか。はい、お腹空いちゃってさ、お腹空いたってもうなんかドンキなんでドンキなの。では使う材料が鶏胸肉、玉ねぎ、卵、醤油、砂糖、みりん、卵白、しめじ、もやし、水でございます。今日ね、ポイントなのがこっちのさ、親子丼の方、こっちはね、通常通り、はい、うん、砂糖も今日は使って、みりんも使っていこうと思います。お肉がそう、胸肉というところと、胸肉というところちょっと胸肉になっているというポイントとみたいな、あ、なるほど、そうそうということと、あとこっちね、糖質を減らして、はい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 、でもお腹いっぱい食べたいじゃん。そうですね。でしょ、だからかさ増しです。卵白、しめじ、もやしと、はい、これは食べれば食べるほどそう痩せていくんですね、はい、これはもやしはどう切るんでしょう。もやしはね、もう細かくね、足みたいに、そう、玉ねぎ先切った方がいいか。そうだ、これはあれですね、普通に一口大というか、うん、そうね、よくある親子丼。そうそうそう。で、玉ねぎってどのぐらい？玉ねぎはスライスでいい。厚さ薄めで、薄めで、うん、揺れていく。で、今回の親子丼のポイントとしては、糖質を抑えて、で、全体のカロリーを抑えようかなと思って、鶏肉の代わりに高野豆腐使ったりとか、あ、そういう代用品もあるんだけど、タンパク質やっぱ取った方がいいと思うんですよ ね、 そうですよね。なんで、今日は桃じゃなくて鶏胸しっかり食べて、であとは卵白でね、うん、あー、ボロボロ落ちちゃった。もやしってこれ茹でるんですか。いや、炒めるの。それはね、キノコと一緒に炒めちゃおうかなと思って。本当は脂質をすごい考えれば茹でた方がいいんだよ、きのこもね。だけどさ、これご飯のかさ増しで一応考えてるから、水分が結構しっかり切んないと気になるかなと。ああ、なるほどね。じゃあキャップの方で親子丼の上の部分だね。上の部分、うん、はい、じゃあまずお水入れます、はい、おせう湯、おせう湯、せう湯、みりん、砂糖、玉ねぎちょっと多いからこれ半分でいきましょう。半分ですね。ご飯の中に入れちゃう。それもありだね。で、入れて、ここでとりあえず火にかけて、一旦沸いたらあれだね、蓋して弱火で火を入れていきます。お、そっちのフライパンで、ご飯のかさ増し用の方、じゃあ先にキノコから炒めていきましょう。で、これ普通にさ、塩やった方がいい。うん、これはこの下味程度で、意外にある。あ、で、キャップの方が沸いてきたので、ちょっと平たくならしてフライパン蓋でいきましょう。で、弱火に落として、ちょっとしんなりし始めたら入れちゃいましょう、もやし。もやし、はい、バラバラ。ああ、もやしがかさ増し用なのに減った。よいしょ、おお、いいんじゃない、いいんじゃない。じゃあ蓋も外してもらって。いや、でも本当の減量期だったら多分このメニューチョイスしないでしょ。まあそうです。ただ親子丼食べたいけどちょっと気使うときみたいな感じのメニューかな。卵白こっちに入れて温めなくていい。あ、温めちゃう。もういいよ、うん、いいね、いいね。どうする、重ねる、混ぜちゃう、重ねる、重ねよう。それでは映像の方でキャップの
卵とじをお楽しみください。美味しそうですね。はい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 。このぐらいでいいっすね。あ、まあまあいいんじゃないですか。どのぐらいがセブンの親子丼が過ごしてたんですか。あ、まあまあそうね。水分多めですから。まあでも。まあ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 。まあまあいいんじゃないですか。ぽいぽいぽい。あ、ぽいぽいぽい。まあぽいも何ももう本物なんだけど。完成。簡単だよね。うん、簡単、俺が見て簡単だね。とりあえずちょっとバーツいただきますね。そうだね。いただきます。本当は先レジなんだけど、ちょっとこれはね、まあちょっと味見だけ。ご飯もすごい、うん、混ぜご飯みたいな感じだね。前が入れた瞬間熱いと分かる。うん、大体分かるでしょ。そこ伸びが飛んだ。うん、いいね。うん、食べやすい食べやすい、全然。うん、これで脂質を抑えて、あ、違う、糖質を抑えてお腹いっぱいになればいいでしょう。うん、減量メニューということでね、こんなのもいかがでしょうか。で、セカンドチャンネルの方でこの食べてるシーン、未公開シーンアップしますので、まあ、セカンドチャンネルもよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ次回何作ります。あ、コメントで募集しようか。いいですね、それいいね。じゃあまかないシリーズでこういうのをお願いしますっていうコメントがありましたら、コメント欄に書いてみてください。お願いします。お願いします。お願いします。バイバイ。